これから庭の清掃に移っていきます。あそこに置いてある竹をどかして、その後にあの丸太がまだ湿っているので乾かせるように横に広げられるようにそのスペースを作っていきます。後ろの雑草とかを刈ります。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes.Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. 見えるかな？この雑草はめちゃくちゃトゲが生えてます。超危ないです。なんて名前なんでしょうか？タバコ吸ってる人いますけど、じゃあ手止まってんじゃない手がどの口が言う頑張ろう。ほらもうあと10分、あと10分だったら我慢してくださいあと5分だ。あとの5分に期待だな。よいしょ。おはよう。休んでる。カメラ変えてるうちに新しく休んでる人いる。うわあ、暑い。ほら、めっちゃ曇ってます。いやー大変だったね。やばい。あとついてるよ。え、本当だ。なんかポコッとしてる。半月状の。めっちゃ痛いと思った。北地にファイヤースターターで火花を飛ばして火をつけていきたいと思います。もう一個あるほら。イエス。任せてちょう。つならないようにと。アリスちゃん今何やってる？これ割り箸を刺してるんです。ウインナーにでとんがらがせないとこ刺しやすいんだよね。刺しやすいよ。とんがらして。あ、なるほどね、うん。職人だからね。今どんな感じですかウインナー？ウインナーめちゃくちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。美味しそうでしょう。
美味しそう。ピント全然合ってないけど、うん、ヤバヤさんが好きなほらキノコ、あ、きたきたきた、キノコ盛りだくさんですよ。キノコ大好きなんです。ただし椎茸はない。はい、ありがとうございます。あ、残念だった。椎茸ないんですか。椎茸ない。こんなにキノコの種類ある。これ黒アワビタケっていうちょっと珍しいレアな感じ。アワビなキノコですか。うん、わかんないけど、まあ、確かに高級であることは間違いない。高級そうですよね、まあ、うん、匂いがすごい。高級そう。他の椎茸実際高級じゃない可能性もある。実際のことに安売りしてた。あとしめじと、もうできたよ。いつでもいけますよ。こっちもいつでも。オッケー。豚から焼こう。さあ、ひー、これから焼いていきます。はい、キュー。あ、あーちゃん英語喋れるの。喋れない。飲めるかもって多分、ね、英語だと思ってなかったんじゃないか。そんなことないよ。わあ、美味しそうね。え、キノコさ、全部一緒に。トング皆さん、はい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。それでは、いただきます。いただきます。美味しそう。美味しそう。さあ、スパイダー。食べてる、それ。素材の旨味、素材の旨味。美味しいじゃん。うまい、うまい。グルメなやつらばっかりだからな。文句しか言わない。文句しか言わない。まず一回美味しいって言ってから。やばい。こんだけ声だから。私わかんなくて。あ、そうそう。ポンって。あっちい。トングが熱いじゃないですか。お肉が、お肉が、あ、いいお肉が。やばい、炎上。あっち、もう乗せる皿を出してほしい。皿炎上だ。乗せる皿、これ俺の皿だ。違う、これじゃ、これです。ウィンナーやばいな。ウィンナーもういいでしょ、それ。なんでウィンナー。はい、はい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 。はいはいはい。これもか。はいはいはい。すまん、肉。これも取ってちゃって。すまん。みんなみんな。うまそう、このウィンナー。えぇ、おもろい。レアはちょっとわかんない。4個目のこれ。えぇ、もうちゃんと見えてなかった。丸いのか。見たい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱい。食べた食べた。ありがとう、作ってくれて。ありがとうございます。調理ね、すぐ星綺麗だから。さっきも言ってましたもんね。電気消す。あ、ぜひ見たい見たい見たい。真っ暗にするとすごいよ。ありがとう。すごい。買います。3、2、1。 Can we work it out?Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing?